見えぬか。義継は采配を握り、見えぬ目を凝らすように戦場へと向けた。かつて戦の中に身を置いた若い頃のような高揚が己の身の内に湧き起こり、戦うからには勝つという思いでいくつもの策を巡らせ続けた。三成、残り少ないこの命の行き場をお前が与えてくれた。感謝する。秀吉のもと天下は戦のない世へと導かれた。それは義継も望んでいたことであったが、今己の最後となる戦に、己が信頼する者たちと戦えたことに、義継の胸が打ち震えた。そろそろ潮時か。雨広、彼岸でまた会おう。三成、お前は己の志を最後まで貫け。さらばだ。大谷義継公を描いた向井長。